一面ピンク、桜のトンネルが続いています。今日はこのトンネルを歩きながら中継でお伝えしてまいります。日中線しだれ桜はおよそ3キロにわたって1000本のしだれ桜が植えられています。喜多方市の職員の方によりますと、昨日はまだつぼみの桜が多かったということなんですが、今日喜多方市日中の最高気温20度以上まで上がりまして、5月中旬並みの暖かさ、この暖かさで一気に桜が開花しまして、ほぼ満開となりました。綺麗ですよね。今私が歩いているこの場所、かつて列車が走っていました。それが日中線です。喜多方駅と厚塩駅を結ぶ 11.6 キロのローカル線、この場所というのを実際に走っていました。このしだれ桜並木はその日中線の跡地ということになっていまして、全国からこの桜を見たいということで多くの方が集まる桜の名所となっています。あんま見れない景色なのですごい綺麗ですね。素敵ですね、本当にね、来てよかった。でお天気もちょうどよかったし最高です。写真では見てたんですけど、こうやって見ると、本当素敵です。素晴らしいですね。心をこう洗われるというか、どんな気持ちになりますか？もう全自動洗濯機です。幻想的な桜のトンネル、この時間帯も多くの観光客の方がいらっしゃっています。あ、写真撮ってる方もいらっしゃいますね。ちょうどこの場所というのが日中線しだれ桜並木のちょうど中間点、その中間点に展示されているのが実際に日中線を走っていた SL です。今日からこのしだれ桜のライトアップが始まるということで、この SL の前ではですね、これから行われる点灯式の準備が行われています。ライトアップは午後6時30分から。